放送席、そしてソフトバンクファンの皆さん、見事12勝目高橋礼投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身のピッチング振り返ってまず今日いかがでしたか？そうですね、まあ3点先制じゃないや、3点取ってもらって、すごくいいリズムができましたし、調子自体もすごく良かったので、まっすぐでどんどん押すことができて、本当に良かったと思います。中4日での今日のマウンド初めてだったと思うんですけれども、ゲーム前の不安とかそのあたりはいかがだったですか？そうですね、まあ、中4日はやったことなかったですけど、とにかく勝ちたいという気持ちだけで本当に、腕を振ったという感じですかね。初めての中4日96球2安打無失点、やってみていかがでしたか？まあ、結果的に7回0で、抑えることができましたし、自分のピッチングというものが改めて、再確認できたのかなと思います。どの辺でしょう？やっぱりバッターの嫌がるまっすぐっていうのをどん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 投げて、相手にリズムを与えないようなピッチングが自分のピッチングだと思うので、それができてすごく良かったです。今西武もリードしているという状況です。最後の最後まで本当にわからない状態ですね。そうですね、まあ、自分らは絶対に負けられないという立場で、今日もこうやって指名して先発させてもらって、すごく意気に感じてますし、また登板機会があれば必ず、自分のピッチングをして勝利に貢献したいと思います。優勝を待つホークスファンに最後一言いただけますか？最後まで、戦い抜いて必ず勝ちます。必ず優勝するのでまた応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。放送席どうぞ。まあ、自身初めての中4日での登板ではあったんですよね。はい、でやっぱりあの初回の3点が大きかったと振り返ってましたね。うん、そうですね、はい、ちょっと気持ちに ね硬くなるところなんですけど、はい、ちょっとだけ気持ちがほぐれた部分もあるかもしれないですね、あの3点がね。であと、まあ、自分の